2012年、山梨県大月市と甲州市にまたがる中央自動車上り線の笹子トンネル内で、コンクリート製の天井板が約50メートルにわたり落下し、走行中の車複数台が巻き込まれ、9名が死亡した事故。日本の高速道路上の事故としては、死亡者数が史上最多の事故である。今回この動画では、天井板落下の次に起きたトンネル火災の対処法についてお伝えしよう。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。今回はトンネル内での火災についてお伝えしていこうと思います。と、なのでトンネルで火災やったらどうしようって皆さん考えたことありますか？ないですよねって、それを考える機会になっていただければなと思います。今回この事件で9人の方が犠牲になってるんですよね。だからそれぐらいトンネルで火災が発生した時に皆さん自身も全然知らないと助かりませんというところを覚えておいてください、はい、じゃあ助かるためにはどうしたらいいのかっていうのを最後まで動画をご覧ください。じゃあ早速事件の概要を見ていきましょう。9名が死亡した笹子トンネル天井板落下事故。事故発生時に走行中であった自動車3台が下敷きとなり、うち2台から発火、トンネル内で火災が発生して黒煙が上がった上、煙除去装置も機能しなくなったため火災による煙が排出できず、トンネル内部の現場にレスキュー隊が向かえないほどの高温の煙が充満したのである。はい、この事件なんですけど、まあ、2012年の12月冬に笹子トンネルっていう山梨県にある長いトンネルがあるんですけど、そこの中で起きた事故ですと。高速道路内での火災っていうと交通事故により車が燃えてっていうのが一般的ですけど、これはちょっと違いますと。なんでかっていうと、あのトンネルの上の天井の部分が崩落したんですね。そうね、はい、崩落して車にガッツ潰されて、そこにいた複数台の車が炎上して、中の方たちが亡くなってしまったっていう事件なんですね。簡単に言ったらそうやねんけど、車が天井でバンってなりました、で高速道路やからどうなるか分かる？後ろからどんどん来るよね、だからトンネル内で交通事故が発生して、そこで火事が発生しました。後ろにも逃げようがない状態、もう出口と入り口を塞がれたっていう状況になってしまったよね。これが犠牲者が多く出た要因の一つですと、で、僕はこの事件を通して皆さんに伝えたい内容が、トンネル内についている設備全然皆さん知らないでしょと。分かんないと思います。そう、だからこそトンネルで火災が発生して、皆さんどうしたらいいか分からんわけ、じゃあどうなる、車で待機になるわけよ、どうしたらいいか分からんから、なんか燃えてるけど早くどうしたらいい、けど後ろも行かれへんと、逃げようがないですね、そう、だからそこを知ってほしい、だからまずトンネルについてる設備って何かっていうのをまず知ってくださいと、まずついてる設備で覚えておいてほしいのが、通報装置っていう設備がついてんねん、あの例えば高速道路上やったら50メートルごとについてるみたいで、そこで何かあった時に電話して、今なんか事故起こってますとか、電話できる通報装置っていうのがついてますよ。あとそれがついてなかったら、非常電話とかもついてますよ。で非常電話を開けたら、管理センターにつながって、こういう事故が発生してるので助けてくださいっていう、通報装置っていうのがついてますと、で次に誘導設備っていうのもついてるんですよ。誘導灯みたいな、トンネル内って真っ暗じゃないですか、だから一番近い出口はどっちみたいなのを書いてるんですよね。だからそれを見て逃げるとか、あといやいやいやそんなんだけじゃ逃げられへんやん、っていうので避難設備で滑り台の避難設備とかが最近つくようになった。今回この事件をきっかけにそれがめちゃくちゃ注目されてんねんけど、逃げる場所もないってなった時に地上に逃げたいわけやんか、その時に地上につながる滑り台っていうのが設置されて、もうそれがどんどん普及されていってて、ついてるトンネルとついてないトンネルがあんねんけど、ついてるトンネルはそこから逃げれるようになっていますということですね、あと消火設備ってついてんねんけど、泡消火設備、これ乗ってるけど使える人おんのかなっていうのは正直点検してて思う、これ消防士でもトンネル内についてる泡消火設備を使ってできるかなっていう、でトンネルってさ、風の入り口と風の出口っていうのがあんねん、だから風の方向性で救助活動ってめちゃくちゃ変わってくるんだ ね。だから面体って言って、ガスマスクみたいなイメージかな、みんな皆さんで言うと、それをつけてない限り
風の入り口やったらいいけど、風の出口で素面で、そう、素面で活動すると間違いなく死ぬじゃないですか、うん、だからそれをこの泡消火設備とかってついてるんやけど、消火設備ね、はい、初期消火をするために消火設備ってついてるやんか、うん、でこれを一般市民の方使ってもらっていいですよって書いてるけど、うん、これは消防士が現場で使ったらいいんじゃないかなと思ってて、うんうん、一般の方々がトンネル内でうわ消火設備ある、消火しようって別に思わなくていいかなと思ってる、うんうんうん、じゃあ車に乗ってる時どうするのかっていうところよね、はい、車に乗ってる時の初動対応っていうのはもうこれ地震と同じですと、うん、極力横に避けてまず 出ると、うん、でここでやったらあかんのが鍵を閉めんと出てほしい、ね、開けたまま開けたまま、うん、鍵閉めて出てしまうとどうなる、次動かして緊急車両が何か通すってなった時も何も動かせられなくなるやんか、うん、これだから地震の時もこういったトンネル火災でも避難する時は嫌やろうけど鍵を開けたまま避難してくださいねっていうところがすごい重要なポイント、はい、その他日本でのトンネル内での事故を紹介しよう。1979年の日本坂トンネル火災事故は多重衝突事故を原因とした車両火災事故。衝突事故の被害者のうち4名が即死、3名が車両から脱出できずに焼死し、2名が負傷した。1972年北陸トンネル火災事故は列車火災事故のことで、火災対策の不備により乗客乗員に多数の死傷者を出す大惨事となった。はい、こういった形で過去のトンネル火災っていうのもいっぱい発生しますと、はい、だから今後皆さんが車を乗る限り、うん、この事件事故っていうのはすごい身近ですと、はい、じゃあどうしたらいいねっていうところを再度振り返ると、うん、一番重要なのがまず避難設備をまず見ましょう、うんうん、自分の出口入り口が一番近いのはどこっていうのは、はい、誘導灯がしっかりと表示されてるからまず近い方の出口を探す、はい、で次に車を降りて避難してもらわなあかんな、うんうんうん、2つ目の重要なのが、はい、じゃあ車から出て避難する際に絶対に注意しておいてくださいって言ったのは何やったっけ。鍵を開けたまま、そう、鍵を開けたまま車出て、もちろんサイドとかパーキング入れてサイドブレーキ引いて出んねんけど、やっぱ鍵したくなるけどそこはしんといてと、鍵をせずに避難してください。はい、でじゃあ次発見した時はね、発見した時はどうなる、どうしたらいいのっていうと、50メートルスパンで、まあ、通報装置、押しボタン式の通報装置とかありますと、で、まあ、非常電話も100メートルスパンかな、そういうのも設置されていますと、高速道路、はい、そういうのに通報してくださいね、で、SOS 呼んでください、もちろん119でもいいですけど、119でも、まあ、キロポストで通報してくださいっていうのもあるけど、ちょっと難しいと思うね、うん、だからそういった通報装置っていうのはついていますと、もうどうしようもないと、煙に巻かれてるとか、はい、どうしようもないときは、まあ、今普及段階やから、そんな全部のトンネルついてるか分からんけど、滑り台型の避難器具っていうのもついてると、うん、どこかしらにあると、はい、正直ね、古いトンネルにはまだついてないですよ、うん、まあ、そこはなあんま難しいところですけど、うん、まあ、これを知ってるか知ってるか知ってないかだけでもだいぶ違いますもん、ね、そうだからもうすぐ逃げることが大事、うん、この事件っていうのは焼けて亡くなった方がいるんですよ、うん、だからそれぐらい、まあ、黒煙とか発生しますと、うん、一酸化炭素よりももう黒煙で火炎ブワーってなって、トンネルは入り口出口の風の方向があるから、それで犠牲になると、焼死体の方がいました、うん、犠牲になったからね、だからもう迅速な1分1秒誘導灯を見て発見して逃げるっていうことを頭の片隅に置いとかないと、自分がその事件事故に遭遇した時にすぐに逃げ遅れになるよっていうところを覚えておいてください、はい、今回の動画が参考になったっていう方はいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。これからの情報社会において生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士のお話、よし、よし、はい、いやいや、ポンプとアンビュランス、初めての災害現場。